こんにちは、精神病についてなんですけど、精神病は薬で治せるのか治せないのかといえば、極論を言えば治せないですね。やっぱり自分の気持ち次第なんで、薬で発作とか動揺とか動悸とかを抑えることはできても、根本的なものは治せないですよね、薬では。残念ながら、自分次第なんでね、自分の気持ち次第なんで。ただね、一つ問題になるのは、自分の気持ち次第といっても、それぞれ精神病にうつ病になった原因は皆それぞれあると思うんですけど、僕の場合は対人間なんですよね。人間関係でうつ病になったんですよね。だから仕事でうつ病になったんじゃなく、人間関係でうつ病になったんで、原因はもうそこで分かってるんですけど、分かってても今更病気治すためにその原因になった人間と会うことなんて不可能ですよね。今更仲良くなれっこないんでね、そんな人と。だから、すごく難しいことだと思うんですよ。治すっていうのは、薬をに頼らず治すっていうことは、いくら自分の気持ち次第といってもね、まあその嫌いな原因を作った人間ともう会うことはないんですけどね、会うことはないんですけど、トラウマのようにそいつが僕の頭の脳裏にこびりついている限り、なかなか治らない。だからこの頭にこびりついたその嫌いなやつをなんとか取り払わないといけないですよね。それが非常に難しい。薬でそれを取り払っているところなんですよね、今。だいぶ取り払いたんですけど、まだこびりついてるんですよね、トラウマのように。その人間関係が、だからなかなか調子が良くならない、戻らないという感じなんですけどね。まあ、ただいくら薬ばっかり飲んでても、これもまた問題で治らないし、かといって薬に頼らなければ今の僕はどうしようもないし、難しいところなんですよね。弾薬、原薬をよく人に勧められますけど、言ってくれる人は簡単に言ってくれるんですけど、そう簡単に弾薬、原薬ができたら苦労しないんですよね。それで薬は治りませんよと勧められてはいるものの、分かっちゃいるけどやめられないっていうか、そういう難しい
壁がありますよね。まあ人それぞれなった原因は違うと思いますけど、僕の場合はやっぱりそこなんですよね。対人間なんで、まあほとんどうつ病の人って人間関係から来てると思うんですよ。だからなかなか治らないんですよね。その嫌いな人間と和解なんてできないし、もう会うこともないからもう気にする必要もないだろうと言われているけど、もうトラウマになってしまってるからね。だから、薬は必要やと思います。完全に弾薬っていうのは難しいと思います。徐々に減らしていくっていうことはできるかもしれませんけど、弾薬は難しいと思いますね。まあそんな感じで、まあ睡眠薬も精神薬も麻薬と同じなんでね、あれなんですけど、精神薬、睡眠薬も、飲まな寝れない、まあ寝なきゃいいっていうパターンもあるんですよ。一つね、開き直りとして寝なきゃいいで、 4,5 日寝なかったらもう6日目には自然と嫌でも寝てしまう、っていう荒治療もありますよね。でもそれするとね、なんか調子狂うんですよ。僕も何度かそれチャレンジしたことあります。もう寝ない、開き直りで、薬飲まない、寝ない、なら 2、3日後には自然と寝てるけど、うなされてますね。トラウマのように夢を見て、薬を飲むと夢を見ることはありません。もう気絶したかのように寝てますんで、だから気持ちよく寝れてます。で、薬を飲まずに寝たらトラウマのように怖かった夢が、夢の中で再現されているんで、されるんで、全然寝た気分になりません。だからやはり薬は必要不可欠になりますよね。簡単に弾薬と言っていますが、皆さん、まあそんな感じです。また思いついたら薬についてライブしたいと思います。さようなら。